蝶宗洋は南朝張信武帝の頃の宗教画の様式で知られた画家。彼の誕生年と死没年は不明であるが、およそ490年から540年の間、活動していた。彼はクレ軍クレ県の出身であった。蝶宗洋はクレ軍の4つの著名な氏族の一つであるクレ軍長子の一員であった。彼による代表的な作品は、 日本の大阪市立美術館像の5世十八、祝神経図などである。蝶宗洋は以下に述べる画寮天生という古字で知られる画家である。寺の装飾画は蝶宗洋という画家に描かせていた。蝶は都の近郷の安楽寺に四匹の白い竜を描いた。しかし、それらどの竜にも瞳が描かれておらず、聞くと蝶は瞳を描くと竜が絵を飛び出ていってしまうという。 人々はそれを信用せず、試してみるよう頼んだ。蝶は2匹の竜だけに瞳を描き入れた。すると、外では、雷雲立ち込め、雷鳴り響き、雷で寺の壁が壊され、瞳を描き入れた2匹の竜が、絵から飛び去っていった。人々は驚き、蝶のが力に感服した。残った瞳のない2匹の竜は、今も安楽寺に描かれたままである。 五星二十八宿人系図現代看護師典。北京、商務委員書館。P564。ISBN 978から7から100124508。画料転生。ワラン大安神宮伝説領代、超創用在勤領安楽寺壁上画料市上流。不転眼静。節点。量をおさむかい超至る敵人不送信。偏差警備立て上。 五点、両両上、お侍伝対策、新破昇壁、両上流上運上点、ただ甘津さえ過没有点眼性的両上。比喩作文あるもの説は自在関見地方過剰性、壁的極、市内容さらか制堂伝信、歴代名画牧七両。ありがとうございます。